土佐くろしお鉄道とコラボしました。地方鉄道を応援する日本酒鉄の旅シリーズの開発を手掛ける地域力創発は、この度土佐くろしお鉄道中村くすも線を応援する日本酒を発売しました。日本酒鉄の道はいすみ鉄道、三陸鉄道、信濃鉄道などで現在発売中です。今後も地方の各鉄道とコラボした鉄の道シリーズを発売していく予定です。今週は地方鉄道を応援する日本酒鉄の道の開発を手掛ける地域力創発の森本琴也さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで鉄の道シリーズということですが、はいはい、こちらをまず作ろうと思ったきっかけはどういったことでしょうか。もともと千葉大の研究者の発案なんですけど、工学系の研究者 で地域活性化を目指してたんですね。でどういうことをやろうかなと思った時に、鉄道がまず目の前に、ふるさとの目の前にあった。で日本中どこも鉄道今経営厳しいところも多いですから、これを応援しようと考えて、でそしたらどういう方法でやろうかなと思った時に酒蔵があった。でよくよく見てると各地の鉄道のそばには大抵酒蔵があるので、日本の中核産業だったこの2つを一緒にセットにして盛り上げたらいいんじゃないかなということで動き出したのが2009年でした。はい、それからこう日本中手弁当で回ってですね、あっちこっちでお酒を作ってきたという状態ですね。はい、今までどんな鉄道会社とこう一緒になってお酒出してるんですか。はい、これまで例えば、三陸鉄道さんとご一緒させていただいたりとか、うん、あるいは、千葉で、いすみ鉄道さんとか、うん、それから、秩父鉄道さんとか、うん、それから信濃鉄道とか水間鉄道とか、うん、こんな風に日本中で、8路線でやってきました。うん、はい、で今回が土佐くろしお鉄道ということなんですけど、はい、選ばれた土佐くろしお鉄道を選んだ理由とか何かあるんですか。はい、日本中でですね広げたいっていうのがまずありますけど、1路線あたり1酒蔵でできればいいなと思ってこう回っていたんですね。で四国でもどこがないかなと思って考えた時に、土佐黒南国である高知っていうのもありますし、それから土佐くろしお鉄道の中村駅がデザインで賞を取ってますよね。でそのもともと発案した研究者がこの賞のことをとても大好きで、とても大事にもしていたんで、象徴的な駅があるから、じゃあ土佐くろしお鉄道でやらせてもらおうというふうに動いたというわけです。うんうん、なるほど。でこれまでは他、はい、どうなんですか、この鉄道で、はい、まあ、活性化みたいな感じではあるんですけど、実際どうですか、今まで発売してきて地元のこう声とかそういうのとか、評判とか、これ売れてるとかあるんですか。まず地元のメディアの方々が面白いねって言ってくださるっていうのはまずありますけど、それからやっぱりお酒の好きな方の中ではこれ面白いねって言って買ってくださることがあります。で例えば三陸鉄道さんの場合、この浜千鳥さんの場合はすごくこう人気でですね、駅でも販売されてますし、近くの量販店とかお店で販売されたりもして、非常に人気ですね。でただ酒蔵自体が大きなところと組もうとあまりしていないので、小さい酒蔵で限定販売というところもありますから、もうこれはいろいろですね。はい、ああそうです、けどどうでしょう、鉄道会社自体はなんかこれを出すとメリット的なものってあったりするんですか。はい、実際に委託販売をしていただいてっていうのもありますけど、うん、それからこの売り上げの一部をですね、私どもの方でお預かりして、それを鉄道の活性化のいろんな事業に使っていこうというふうに思ってるんですよ。ですからその現金収入っていうのもありますけど、どんどん新しい企画を作って鉄道を乗りに行きたくなる人たちを増やそう、うん、そんなことを手掛けていきます。はい、で今のとこは何社でしたっけ、あるのは。はい、ちょうどですね、この土佐くろしお鉄道のお酒が10本目です。10本目、はい、2009年からやってるってことは、これ、はい、あれなんですか、このなんだろう、期間限定とかじゃなくて毎年こう仕込むときに鉄の道も仕込むみたいな感じなんですか。はい、そうですね。はい、ただ蔵が小さいところは本当にもう最初の、限定販売みたいなこともありましたし、それはいろいろありましたけども、はい、毎年そのようにしてどんどん動かしているところです。はい、今後はどうですか、先ほどなんか鉄道の方の活性化というか、はい、その辺をやろうとしてるみたいな話だったんですけど、具体的にはどんな感じのこうプロジェクトというか。はい、まずお酒だけで鉄道を元気にするっていうのは、これはとても難しいんじゃないかと思うんですよね。うん、でそこでお酒って、特に日本酒というのは
大抵その地域の特徴的な美味しい食べ物とセットになっていることが多いと思うので、お酒から始まって食べ物にも拡大した企画をいろいろやろうと、それから鉄道も乗りに行きたくなってしまう企画をたくさん作ろうじゃないかと、花見でもいいですし紅葉でもいいですし、いろんな切り口があると思いますから、乗りに行きたくなる仕組みをそれこそ地域ごとにいろいろ作ってやっていこうというふうに思って動き出し、それが本格的に動き出したのが今年の春なんですね。お酒は2009年からやってきましたけど、もう一段上げて拡大してどんどん多くの人に乗っていきたくなるようにしようというのが本格スタートしているというところです、はい、で今のとこ、こう、日本基本的に地元の酒蔵さんと鉄道会社とという感じなんですけど、はい、基本は日本酒限定で考えてるんですか？はい、お酒お好きですよね。まさにおっしゃった通り、あくまで日本は水と米の国だからっていうのがあるので、日本酒それも純米酒に限定して今やってきてますけども、もともとの目標が地域活性化ですから、そしたらそこに焼酎が入ったりワインが入ったりいろいろあっていいんじゃないかと思うんですね。ただ今増やしてしまうとちょっと混乱しますから、しばらくはまだ純米酒で行く予定ですけど、はい、今後はどうなんですか、この今狙ってるこうエリアとか、はい、鉄道会社とか、具体的に言える範囲ですけど、どの辺をの会社にこう話をかけようと考えてるとか、そういうことあります？例えば九州もまだ鉄道ないんですけど、日本酒の酒蔵もそれなりにありますから、九州でもぜひ展開したいですし、それから今北の方は青森と秋田にまだないので、その辺もぜひ、組んでいけたらなというふうには考えています、はい、ちなみにお値段とかはいくらぐらいなんですか？いずれもですね、地域の特定のお酒にしないで、地域の方が愛してやまない日常のお酒っていうことを考えてますから、この720ミリで1000円台で買える金額にしています。はい、というわけですが、それでは最後に全国の鉄道ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、こういったお酒をですね、ぜひ楽しんでいただきたいというのもありますけれども、もう一つはぜひお酒好きの友達を誘って一緒に鉄道に乗って旅をするということをやっていただけませんか？そうしたら今の鉄道ファンの方の倍の人たちが乗りに行ってくださる状況になるんじゃないかと思うんですね。そうやって皆さんで一緒にこう楽しんでいただくことが鉄道の応援につながる、そんな道具としてもうまく使っていただきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。今週のゲストは地域力創発の森本琴也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。